もうさ、1年目からさ、活躍するさ、選手って、やっぱおらんのかな？やっぱ難しいよな。ああ、本当に特に野手はね。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、今年ね、巨人ね、即戦力ドラフトとか言って言われてたじゃないですか。で、実際、まあ今シーズン終わりましたけども、その即戦力と期待されて入ってきた選手たちがですね、まあ一体どういう形で、どのような成績を出して、どのようにチームに貢献していたのかっていうところを今日ちょっとね、深掘っていきたいと思います。はい、まず、入っていく前にですね、告知させてください。今年中にね、チャンネル登録者数5万人目指しておりますので、500人違うよ。5万人ね、5万人目指してますんで、まだの方いらっしゃいましたら、ね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ今日ね、ちょっとやっていきたいと思うんですけど、まあ、なかなか話すんめんどくさいじゃないですか。聞いてられないでしょ、正直。皆さんも忙しいと思うんで、さっき言っときますけど、今年のドラフトね、まあ、微妙。微妙。めちゃくちゃいいかって言われたら、めちゃくちゃ良くないし、悪いかって言われたら悪くないんだけど、まあ、即戦力とは言われながら、まあ、総合的に見たらね、一人一人じゃなくて、総合的に見たら、まあ、バックアップというね、形では、まあ、機能したんちゃうかなっていう感じですね。はい、じゃあちょっと見ていきたいと思うんですけど、まあ、ドラフトね、まあ、今年5人取ったんですよ。西田投手、森田投手、で、佐々木選手、伊豆口選手。で、また木選手ね。この5人を、まあ、試合外で取ったわけですよ。で、みんなで、ね、まあ、大卒以上というところで、まあ、即戦力だよっていうふうに、即戦力で、1年目で頼むでっていうふうにね、言われた選手でございました。まあ、僕も、前の YouTube で言ったことありますけど、まあ、この選手たち、5年後残ってる可能性、わからんよと。まあね、今年1年目、2年目の活躍次第では、本当に5年後消えてる可能性あるよ、全員。消えてる可能性あるよっていう風にね、確か言ったと思います。はい。で、ちょっと成績見ていきたいんですけど、まずドラフト1位の西田投手ね。はい。まあ、今年1軍で28試合。うん。防御率 3.82、1勝3敗、20ホールド。ビップが 1.17 という風になってます。まあ、ちょっと西田投手に関しては、ちょっとかわいそうなところは正直ありました。というのも、まあ、初め、中継ぎでやってたじゃないですか。で、まあいい感じで言ってたんだけど、まあ途中でエンジン切れてっていうところで、まあ1年目なんで仕方ないかなっていうところがありました。で、そっからですね、ちょっとファーム行って、先発の準備してくれって言われて、ちょっとそれかわいそうだなっていうふうに思いました。まあ、ちょっと先発の駒が6人目が足りないとかね、いろいろ問題あったんで、それ言われて、まあ1ヶ月ぐらいですかね。まあ1軍でこう、あ、2軍で、ちょっと先発調整してて、まあ1軍で先発したんですけど、まああんま良くなくな、良くて、あんま良くなくな、良くなくてっていうところで、まあちょっと、かわいそうかなっていうところはありました。まあただ、どうなんでしょう。僕が見てる限り、まあ先発でやっていくのはどうなんかな。まあこれから次第だとは思うんですけど、まあちょっとね、球種かなっていうところ難しいかなっていうところあるんで、ちょっとこの間ね、一番最近投げた時、3イニングで6個ぐらい三振取ったじゃないですか。っていうところがあったんで、まあ、ああいうピッチングで、ね、カーブとか、あ、ちょっとスライダーっていうところね、縦スラみたいな感じで投げてましたけども、まあ、ああいう球種を投げていけるんだったら、非常にね、面白いかなというふうに思うんですけども、どっちかというとカットボールというかね、まあ、カットが得意なんで、カットに頼って、みたいな。あ、困ったらカット。ここでもカット。いつでもカット、みたいな感じになっちゃうんで、ちょっとね、まあ、そこを脱出していければというか、克服していければ、先発として、可能性はあるかなと思いますけども、ま、いろいろね、クイックから、足を上げたりとかね、いろいろ試行錯誤してますけども、まあ、僕は、クイックもできるし、足も上げて投げれるしっていう風にね、どっちも、使い分けながらね、やった方がいいんじゃないかなと思うので、まあ、西田投手は今後期待という感じですね。はい。はい。で、二人目、森田投手ですけども、森田投手ね、ちょっと怪我しちゃったんですね。序盤に怪我しちゃって、シーズン前にね、怪我しちゃって、まあ、手術してっていうところで、まあ、唯一ですね、まだ1軍で登板ないんですよね。はい。で、まあ、2軍で投げておりまして、3試合で防御率 1.80、1勝1敗、ウィップが 1.10 というふうになってます。まあ、僕もね、そんな動画をめちゃくちゃ見たわけではないんですけど、
まあ、まとまってるなっていう感じ。どっちかっていうと、まあ、打たせて取るっていうようなピッチャーかなって、うん、思います。まあ、理想はですね、まあ、三振取りたいと思った時にしっかり取れて、まあ、普段は、球数を抑えながら打たせて取るっていうことができたら、非常に面白いピッチャーじゃない、ないかなと思うし、僕もっと剛腕のイメージだったんですよ。150バンバン出してみたいなイメージだったんですけど、結構見てる感じでは、140中盤ぐらいのボールで、まあ、動かしてみたいな感じのピッチャーなんで、まあ実際一軍で投げてみないと分かんないみたいなところありますけども、まあコントロールもまあ別にそこまで悪くない感じはあるんで、うん、まあ、まあ一軍で投げて、まあまたね、レポートしたいと思います。はい。で、3人目、佐々木選手ですね。はい。佐々木選手、一軍の成績が59試合、打率2割3分1厘、で、OPS554 というふうになってます。まあ物足りないですよね、はっきり言ってね。まあなかなか野手は難しいんかな、やっぱり。大谷みたいに出てこんかな、って思うのをいつも思いますけども。やっぱり、開幕一番でしょ一番で、そっからこう、ブレイクするかなと思ったら、ガーンと落ちて、で、二軍まで落ちて、っていうところで、で、結局ね、二軍でね、54試合出てて、3割1分5厘打ってるんですよ。だから、まあ、1.5 軍って感じですよね。二軍でめちゃくちゃ、成績出せるけど、一軍でちょっとまだ出し切れてないっていうのがあるんで、まあ、まだ1年目なんでちょっとあれなんですけど、まあ、開幕前ね、かけられてた、期待よりは、やっぱり、下回ってると思うし、この間ね、まあ、最終戦とか1番で出てましたけど、まあ、躍動はしましたけども、まあ、実際 CS で使うかって言われたら、僕がもし監督だったら使わないなっていうところあるんで、まあ、どうでしょう。まあ、難しいかなって。ポテンシャルはすごいなっていうところはありますけどね。はい。で、4位ですけども、出口選手ね。出口選手、まあ、今年の1軍の成績、66試合、打率2割0分1。1ホームラン、9打点、OPS549 というふうになってます。はい、僕、出口選手は、僕はバッティングで苦労するっていうふうに言ってたと思うんで、まあ実際苦労しましたね。まあ、当たってましたね。はい。で、守備に関しては、まあ堅実っていうところですよね。はい。で、まあバックアップ、今年、金木選手があんま結果出せなかったんで、あんま良くなかった時期に、いい感じでバックアップできたんちゃうかなっていうふうに思います。まあただ、レギュラーで使っていくかって言ったら、僕は、そうは思わないし、僕が監督だったら絶対使わないんで、レギュラーでね。はい。っていうところで、まあこれからのレベルアップ。まあこの間のセカンドの守備も僕ちょっとね、残念だったなって、バックアップ遅れたとかっていうところもあったんで、そういったところも、吉川選手の代わりにもなかなかならないかなっていうところあるんで、まあちょっとこう、まあ厳しいなっていうところがあるというかね、ポテンシャルがめちゃくちゃある選手かって言われるとそうでもないので、まあどうやって活路を見出していくかっていうところはね、今後ね、期待していきたいなというふうに思ってます。はい。で、最後、マタギ投手ですけども、マタギ投手はですね、1軍で3試合で防御率が 6.10、0勝1敗、ウィップが 2.03 ってなってます。僕、もっとコントロールいいピッチャーだと思ってたんですよ。はっきり言ってね、日本生命の時の動画見てたら、もっといいかなって思ってたんですけど、なかなかね、マウンドと合わないのか、どうなのか、ボールが合わないのか、それは知らないけど、コントロール悪いなって、1軍での登板見てるとね、コントロール悪いなというふうに思って、プロのコントロール悪いって、狙ったところに投げれない、っていうのがね、コントロール悪いって言うんですけど、もうそもそもストライクゾーンに入らないっていうところがあったんで、まあ、緊張なのか分かんないですけど、まあちょっと厳しいなってところがありました。で、2軍で投げてると結構いいんですよね。20試合で防御率が 2.07、5勝3敗、1.13 ウィップっていうのになってるんで、まあこのピッチャーに関しても、まあ1軍と2軍でね、まあ2軍では結果出せるけど、1軍でなかなか出せてないっていうところなんで、まあ、今後ね、どうなっていくか分かんないですけど、まあ、ちょっとこの、今年の1軍のピッチングの内容だと、ちょっと厳しいなって、僕が勝てるから絶対出せないなって思うんで、しんどいなってとこあるんで、だったら森田投手の方が多分いいんじゃないかなっていうところはあるんで、やっぱり上位指名されてるね、だけあるなっていうふうなところあるんで、そこはね、また木投手ね、まあ、どう変わっていくかっていうところですよね。そこそこで、フォームもゆったりして、ピュッと投げてきてね、150弱ぐらいか、出すんで、バッターからしたら打ちにくいかなと思うんですけど、まあ、そこをね、どういうふうに、ここからね、進化させていくかっていうところはね、見ものかなと思います。はい、まあ、見ていきましたけども、まあ、今年のね、ドラフトの選手見ていきましたけども、まあ、1年目はね、ちょっとかわいそうなところありました、いろいろね。でもまあ、来年以降ですね、まあ、しっかりやっていかないと、まあ、結構、年いってる選手も多いんで、そこはね、まあ、この選手たちが一番分かってると思うんですけど、頑張ってもらいたいなというふうに思ってます。で、まあ、2022年、2021年なんかも振り返ってきても、やっぱりまあ、浅野選手だったりとか、2022年だったらね、浅野選手だったりとか、萩尾選手、まあ、門脇選手、船場様投手がね、まあ、いますし、2021年だったら、大勢、赤星、とかね、
その辺がいますよねっていうところで、まあここ3年ぐらいじゃないですか。2023、2022、2021、まあこの辺の選手がですね、まあある程度やっぱ出てこないとジャイアンツ厳しいなっていうところありますし、まあ岡本選手がメジャー行ったりとか、まあ戸郷投手もね、まあ近い未来行ったりとか、いろいろなところね、大城さんがね FA で出るとか、なんかいろいろね、そういった噂であったりとか、そういったこともね、なきにしもあらずっていうところあるんで。まあ、ここ3年、4年ぐらいのドラフトの選手はですね、やっぱ活躍していかないとちょっと厳しいかなというふうに思うし、まあ、まあ、ちょいちょいに浅野選手であったりとかっていうところが出てきてますけども、そこをね、またね、レポートというか、今後も追っていきたいと思いますし、今年のドラフトもね、しっかりね、いろいろね、見て、その選手の評価もしたいと思うんで、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じでね、今日は終わっとこうと思うんですけど、チャンネル登録者数ね、5万人目指しますんで、マジでね、まだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録ポチ、高評価ボタンポチ、なんか通知のボタンもね、あるみたいなんで、通知のボタンをポチってしていただけると、非常に嬉しく思いますんで、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっときます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっときます。じゃあね、バイバイ。